皆さん、ご機嫌いかがですか？ 1 月21日、木曜日のリビングライフです。今回からこのコーナーを担当させていただくことになりました。埼玉県さいたま市にあります、キリスト教大団大宮教会の山口努と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。神様の御言葉は、私たちの心を潤します。私たちの魂の状態がどのような状態であったとしても、神様の御言葉が私たちに望まれるならば、私たちの心は満たされ喜びであふれます。そのような素晴らしい祝福を今日も皆様と共に味わうことができます恵みを心から感謝をしております。それでは早速御言葉に目を留めたいと思います。マタイの福音書8章1節から13節。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。するとサラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。まず一節から四節のところを見てまいりましょう。先日までのところでは、イエス様が、いわゆる三条の水訓と言われる、この箇所でありました。イエス様がそのところで説教を終えられまして、山から降りてこられました。イエス様には大勢の群衆たちが付き従っていたと聖書には記されています。きっと彼らはもっとイエス様の話を聞いてみたい、イエス様に触れていただきたい、イエス様と共にいたい、さまざまな思いがあったかと思います。そんな時にこのある一人の人がですね、
勇気を持ってイエス様のところに出てまいりました。この、まあ、今勇気を持ってと申し上げましたが、その人はサラートに侵された人であったと聖書には記されています。サラートと申しますのは、まあ、いわゆるこの大変重い皮膚の病気というふうにここではご理解いただければよろしいかと思いますが、でも実際に聖書を見ますと、このサラートという言葉はもっと広い意味で使われている言葉であります。例えば家でありますとか、革とか布に対してもこのサラートになったというような表現を使うことがありますけれども、しかしまあここにの場面におきましては、この大変重い難病である、治療法のない、そして人にうつってしまう危険性のある皮膚の病気というふうに見ることができるでしょう。この病気にかかりますと、祭司はですね、その人をサラートであるというふうに宣言をいたします。そういたしますと、彼は今まで通りの生活ができなくなってしまうのですね。特定の地域に、区域に彼は移されます。そして彼と同じような境遇にある人々との生活を余儀なくされてしまいます。彼が治るまでその場所から出ることはできません。もし治らなかったらどうなるでしょう。そうです。死ぬまでそのところから彼は出ることができないわけですよね。本当に彼はそのような意味では見捨てられた存在、そして隔離された存在、自分の存在自体を明らかにするのが難しい存在でありました。しかし彼は何とかしてイエス様のところに行こう。イエス様に触れていただこう。イエス様に自分のことを見ていただこう。受け止めていただこう。そのような信仰が与えられたんです。信仰というのは私たちに勇気を与えます。そして私たちに困難な状況を乗り越えようとする力をくれるものではないでしょうか。そして彼はイエス様のもとに来てひれ伏しました。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。彼のその切実な祈りとも呼べるような願いに対し、イエス様もまた手を伸ばされて彼に触れられました。私の心だ、清くなれ。彼のサラートは見事に清められました。イエス様だって私たちと同じ肉体を持った人間でおられます。もちろんイエス様は全く神であり、全く人でありますけれども、当然のことながら弱い肉体を持った人間ですから、彼に触れるということは危険が伴うことでもありました。でもイエス様は彼に触れられ、彼を受け止め、そして癒されました。そしてイエス様は4節で、気をつけて誰にも話さないようにしなさい、ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい、そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい、このように語られました。彼は見事に社会復帰への道を果たすことができました。彼にとって、このサラートに侵された人にとって、このサラートというのはどういった意味があるでしょう。それは自分ではどうにもならない問題です。自分では解決できない、自分の力では本当にどうにもならない深刻な問題。これは私たちの罪の問題も同様であります。しかしながら、そのような自分では全く解決不可能な問題の最中にあったとしても、私たちは信仰を持って踏み出すならば、イエス様はすべてそのまま受け止めてくださるということです。ここで適用のためにあなたに質問したいと思います。今あなたは自分では解決できない問題がありますか？あるいはその解決のためにあなたがなすべきことは一体何でしょうか？次に5節から13節を見ていきます。この場面もやはり病の癒しを扱っている場面でありますし、この私たちの信仰が試されるという場面でございます。この5節に、このイエス様がカペナウムに入られた時に、一人の百人隊長がここで身元に出て懇願をいたしました。この自分のしもべが中部で家寝ていて苦しんでいる、どうか私のしもべを癒してくださいという願いでありました。百人隊長というのはユダヤ人ではありません。異邦人です。
しかし彼は異邦人ではありましたけれども、神様を恐れる人でした。口先だけの、形式だけの信仰ではない、そのような本当の信仰者でありました。その証拠に彼はこういったことを言ってますよね。8節で、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります。このところからあなたは一体何を感じ取られますでしょうか。へりくだった心、彼の確かな信仰、イエス様の権威を認める確かな信仰を見ることができると思います。当時のローマとユダヤとの力関係を見ますときに、当然のことながらローマが支配する側です。しかも彼はローマのこの軍隊の100人の長でありました。当然彼は力を持っていたわけです。そして権威の側にいた人間でありました。うぬぼれる要素はあったわけですね。でも彼はイエス様に対しては態度がそうではありません。私はあなたを屋根の下にお入れする資格なんかない、ただの異邦人にしか過ぎません。でもこんな私であっても、私の部下たちは私の言葉を聞いてくれる、私がしなさいと言ったことは全部してくれる。だとするならば、あなたは、あなたの言葉なら、ただそのお言葉さえあれば全ての問題は解決する、だからもうそのお言葉だけで十分なんです、どうぞ私にお言葉をください。偉大な信仰者というのは、何か大きなことをする人ではありません。大きなことをして自分を高くする人が偉大な信仰者なのではありません。偉大な信仰者というのは、自分を低くして主を高くする人、イエス様ご自身の皆を高くする人が本当の信仰者ではないでしょうか。彼のその信仰を見てイエス様は称賛をされます。10節で、誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。11節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓につけます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。見せかけだけの、形だけの信仰、経験そうに見えて内側は全くそうではない、それは当時のユダヤの権力者たちの姿でありました。しかしあなたはそうではない、だから私はあなたの信仰に応えよう、あなたのそのしもべに対する愛に私も応えよう、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。ちょうどその言葉をおっしゃった時に、しもべは癒された、聖書には記されています。本当の信仰者の姿を私たちはこのところから見ることができます。自分のことだけじゃなく、しもべのことも愛し、取りなし、イエス様に求めていく。ここであなたに質問したいと思います。あなたが今より頼んでいる権威は一体何でしょうか。また偉大な信仰者の態度というのは、どのような態度でありますでしょうか。1月も21日になりました。今日の QT を通して、皆様方の信仰がもう一度ですね、再確認されて、そして新しくされる、神様の豊かな技を、御言葉による恵みの技を体験されますように、心からお祈り申し上げます。